テレビでしょ。ご覧の通り、日本はですね、ちょっと驚くほど、違和感を感じるほど普通に、みんなは、世間の人たちは生活をしてます。まあ、レストランとかカフェも結構密集してますし、あとはまあ普通に出勤もしている、そのような状況ですね。ようやくこの週末に、不要不急の外出を控えるようにということだったりとか、まあ、在宅での仕事っていうふうに切り替わったところも多いんですけども、まだまだ、ヨーロッパですとかアメリカとか、海外に比べるとかなり自由が利く生活っていう感じで、日本は思ったよりも驚くほど普通です。はい、まあなんでね、最初は海外を拠点にする自分としてはですね、まあいろいろと、旅行の計画、留学の計画とか、まあ、そういったものがですね、崩れて、ちょっとかなり残念に思ったりもしてたんですけども、まあ長いスパンで考えたら、今多分世界でも日本が一番自由度が高い、まあ、リスクに関してはね、まあちょっとわからないとこですけども、怪しいとこもありますけどね、まあでも自由度が高くて、居心地がいいという意味では、アジア人としてもですね、差別とか、まあそういうリスクがあまりないという意味でも、日本にいられるのは非常に良かったなと思えるところです。まあ、あとですね、まあ、コロナ差別という感じで私も動画上げましたけど、まあ、まあ世界各国で、アジア人だからということだけで、かなりひどい言葉を浴びせられたりとか、中にはちょっとひどい暴行を受けたりとか、まあ、そういう方もいらっしゃるんでね、まあ、それに関してはもう本当に容認できないというか、ひどいなと思うところはありますが、まあ私に関して言えば、まあちょっとコロナとかね、来る、もう国に来るなよとか、まあそういう言葉を浴びせられましたけど、まあこれに関して私はですね、まあ自分の独自の考えとしては、まあ正直なんか単なる人種差別じゃないなと思うところもあるんですよ。なんか肌の色が違うとか、まあ、そういったのでからかわれるとかのレベルではなくて、まあ、コロナウイルスなんで、まあ、実際にリスクもあるわけですよね、向こうの人にとっては。
で、私も全くない、全く危険性はないのにやめろよとも言えないわけですよね。まあ彼らの、なんて言うんでしょうね、不安とか恐れとか、まあ、そういったものがそういう行動とか言動に出ているので、まあ、理解できるところもあるなというのが正直なところですね。まあ、なので一概にもうありえないでしょうというふうにもちょっと言えないところで、まあ、自分としては、まあ、理解できるなと思う部分も実際にありますね。はい。まあ、実際にその国にお邪魔させてもらって旅行させてもらってるというふうな感じで私はちょっと考えたりするところもあるんで、まあなんか言われたりとかするのは仕方ないなと思う部分も実際あります。はい。まあですけど、まあ世界各国こんなに、まあ、世界全世界がですね一つの問題に直面してるっていうこういう状況も、ま、今までかつてなかったと思うんですよね。まあこういう状況の中で、まあ、問題を誰かへやなんかそういう対策をするね人とかいろんなものになんか問題っていつもそうですけどね、何かのせいにしたいっていうのは心理的にあると思うんですけども、まあこういう時だからこそ協力し合って、こういった問題で乗り越えていくと、まあ、そういうメンタリティが、大切なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで